せるって何よりですよ。今回は南釣り船に来ています。ここにはたくさんの名物があるんですが、その一つがおしゃべりフィッシング、船長たちのおしゃべりです。足立孝則です。3代目です。足立昭一です。お願いします。もっとしゃべります。喋ります。これあれですよね、孝則船長の顔なんですね。そうですね。昭一さん T シャツでは目立ちますね。ほぼ毎日着てなかったけど、何回か着たの見たことありますよ ね、はい、おしゃべりフィッシングをしながらどんな名物があるのか探ります。あ、タチウオ、かわいい。イメージ大事でしょう。大事です、うん、おしゃべり船長が出航前にするのがレクチャー。若船長とともに手作りのものやジェスチャーなどで分かりやすく説明。毎回話が止まらないそうです。乗っける人が多いけど、延々喋ってるから、船長は本当おしゃべりだねって言われちゃう。さあ、間もなく出発します。南釣り船の名物はこの水門をくぐって出発することなんです。レンガ作りのマニアの人がたまに来て、あ、ここはあのレンガ作りの水門なんですねって俺に聞くけど、よくわかんないけどって言うんだけど、あ、じゃあ出航します。近づいてきました。昭和6年に竣工された6号水門、赤レンガが特徴的で、かつては生活排水の処理や集運に利用され、今でも多摩川の水害から地域を守り続けています。水門から多摩川、そして海へ出るんです。アトラクションに出かけるみたいで楽しいですよね。多摩川の真ん中から出るってあんまりないですね。キャキャキャ仲良く乗って乗ったりしてます。名物は東京湾では数少ないリレー船なんです。さらに道具も基本無料です。出た船内は賑やかな雰囲気。事務所通して女子たちがみんな、どこ一軍の船長で、こっちポンコツ親父って言って、あ、俺がポンコツ親父って言われてたなと。移動中にも名物があるんです。近くで飛行機見えそうですか？あ、本当ですか？釣り物によって羽田空港のそばを通るため、こうした景色も楽しめるんです。その日の進路や波の状況もおしゃべり。始めます。どうぞ。船長独特の釣り方説明が、サポートにね、女子2人いるから言ってくれるから聞くからね。おめでとうございます。船長の掛け声とともに釣り上げていきます。カワハギ釣りは楽しいです、はい、ありがとうございます。あ、決定。私も小さいですが釣り上げました。はい、落としていけないですから。小さいけど釣れました。おはようございます。かわいいですか？サイズアップって言われてもらってないですか？常連さんが違うものを釣ると、食べたいけど種類違うね。ゲッ本命を釣ってもゲッパ、船の船長って堅物でみたいな声かけづらかったりするところはあると思うんですけど、すごく優しい船長なんで、あと面白い船長だから、あの非常に他のところとは一味も二味も違うところがあるんじゃないでしょうかね。釣り以外にも名物があるそうで、常連さんに聞いてみると、名物おかみいいじゃないですか。いらっしゃい。名物おかみ、その年なんと89歳。声が聞き取りづらいため、大きな声で話しかけるのがコツなんだとか。お仕事してて楽しい時ってどんな時ですか？忙
今日ね、お客さんが釣れましたとかね、釣れなかったからこの次頑張ろうとかっていうのが一番楽しいね。船は次の場所へ。船長のアドバイスで何の釣り物か分かりますか？もうでっかいのしか考えてないからね。すぐコン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 って当たり出たら命令等だし。正解はアマダイ。リレー船はいろんなものを釣りたいという声に応えて始めました。みんなに釣ってもらいたいと積極的にアドバイス。巻いてるとアマダイだ、うるせえ親父だなって言われちゃうかもしれないけど、あんまり奥まで入れ丸くしちゃうとダメだ。起こして起こして起こして、どうだ、釣るたび歓声が上がります。おしょ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 、浮いた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 。乗客全員が一喜一憂していました。船長もしゃべりだし、周りの人たちもすごい優しくおせっかいをして世話を入れてくれるのでなんか何も困らないで安心してこれてるんですよ。なんか南の船乗ったなっていう感じがして楽しい。まあ、女性の方が釣れてると嬉しいです。男性の方が釣れないとやっぱかわいそうだなと思いますね。からかわれたら少し認めてもらえる。いい魚がやっぱぼちぼち釣れると楽しいよね。アマダイ釣り初心者の私にもヒットが。何メーターですか？110メーター。いやいや、今もう超スルーだから。インフェンサー落として、あ、まだいいな、あ、まだいい、あ、まだいい、あ、まだいい、はい、おはよう、おはよう、やりました。おめでとうございます。今日一番でっかいです。はい、そうです。やりました。やったね。やりました。そして私、大塚が名物だと思ったものもご紹介します。それは親方譲りの腕を持つ若船長です。親方と乗るっていうのは、もう勉強させてもらってますね。うるさいからね。ずっと指導うるさいからね。あれはね、こうしてお客さんに喋んなくなるとずっとこいつにブツ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 ってうるせえなと思うかもしれないけど、当たりが小さくなってるから汚いなっていうところもあるかもしれないですね。おしゃべりは自分なりの伝え方で喜びを分かち合います。違いがないし、パッパイの使い、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。そして気候でもまだ名物があるそうです。くぐる瞬間の両サイドの壁の上を見ててください。珍百景が見れます。数々、数、はい、え、いるって。いや、待って待って、めっちゃ両サイド、数えられなかった。じゃあここで、はい、今回出来上がったばかりの私の連載ステッカーを貼ってくれました。船長をよく知る人に話を聞くと意外な言葉が返ってきたんです。船長はどんな方ですか？そうですね、まあ厳しくもあり頼もしくもあり真面目ですよ。真面目、本当に真面目。最後におしゃべりフィッシングへの思いを聞いてみました。テーマはやっぱ綺麗事じゃないけど、事故なく安全に楽しくだよね。走るとどうなるかが分かんないお客さんなんかはさ、なんでこういうスロー、急にスローにしたかっていうの分からない。でかい船の引き波が来るからスローにするよとか、波来るよとか、捕まっててとかさ、丁寧にしゃべろうとすると船長よく喋ってんね一日って言われちゃうんだけどね。でも分からない人には分からないから、3代目には細かな緻密な船長としての感性を上げてってもらいたいから、デビュー時に俺は親子とは思わないよって、うん、俺は戦士であって君が船長だと思うから、指導はずっともう俺が現役退くまでは言ってっから聞いてなって、その代わりレベルは
より上がっていくよとは説明はしてるけどね。だからお客さんにも接客は楽しみを味わってもらいたいから説明が長くなっちゃうっていうのがオチなのかなと思うけどね。分かんない人が少しでも分かってくれてニコってするとこっちも嬉しいよね。楽しく釣りやろうと思うと常に喋っててもいいのかなと思って喋ってんだけどね。だからあんまり喋りたくないなと思った時は俺船降りる時かなと思うけどね、自分でね。帰り際にこんなお願いが。パートナー募集中なんで、なんか今あの正直です、お願いします。安全に楽しんでもらいたい、釣り人への思いから生まれたおしゃべりフィッシング。今日もたくさんの名物を乗せて出港します。